点取った後に引くんじゃなくて、やっぱり2点3点取るように意識しましたけど、決定機はないことはなかったので、まあ、少ない決定機ですけど、そこをしっかり決めきれるように、やっぱ練習からもう自分自身、まあ、やっぱ前線の人は点決めていかないと、やっぱ点取る流れっていうのはつかめないと思うんで、そういうところは練習から意識してやっていきたいですね。全試合もう1点で終わっていい試合っていうのは思ってないですし、ただ結果的に2点目が取れてないっていうのは、まあ課題だなって思います。キスるとこやっぱすごいありますよ。やっぱ初めてのチームだったので、そしてまあプロという 土台を作ってくれたチームなので、そこには感謝もありますけど、やっぱり試合ではピッチの中ではもう敵なので、そこはしっかり一つの相手として戦いたいですね。まあ、手応えはまあ少しずつは得てはいますけど、まあ、本当に細かいところだったりとかの修正だとかはもっともっとしないと、まあ、横浜の時みたいに3点くらったり、前節も1対0で勝てるゲームだったんですけど、まあ、僕のところでやられましたけど、ああいうところの本当に少しのところとかが勝負を分けると思うので、あの前線の選手からしっかりディフェンスやってくれてる分、後ろの選手はああいう本当に細かいところのミスをもっともっと減らしていきたいなと思います。まあ、相手は3バックだろうが5バックだろうが、まず今はこう自分たちのいいところをしっかり出すっていうか、前からプレッシャーいけれるようにチームとしてはやっていくっていうふうに、あのチームとして方針が決まってるんで、そういうのは選手としてもすごいやりやすいですし、そういうのをまず相手のことを抑えるっていうよりかは自分たちの良さを出していければいいと思います。ホームでなかなか勝てない試合が続いているんで、それは本当に選手は本当にみんな不甲斐ないと思ってますし、もっともっとホームで勝てるように、そしてあの上位進出できるようにチーム一丸になって頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。